ここまでは、ね、比較的順調ですね。まあ、学校の時の成績から見たら順調で走れてると思います。最高64位か67つ、はい、下から3番目なんで0勝で終わって、はい、そうですね、学校の時もやっぱこう何か一番同期で持ってるもの欲しいなと思って積極的に行ってたら、でもまあ選考回数とかで一番なりたかったんですけど、うん、結局着外回数が一番になっちゃったあんま良くないなって感じで学校は終えたんですけど。あ、なるほどね。前川さんと対戦、はいはい、それちょっと、何回対戦してるのかなっていろいろ調べてて、はい、そうですね、その、うん、函館の時と、あと他にも豊橋も一緒に決勝で走ってるんですけど、はいはい、函館の時は自分の同期の番手回りで、まあ、前川さんが番手回りだったんですけど、やっぱ前川さんもその前で自力の方が強いタイプだと思うんです。そうでしたね。はい、そのやっぱ同じ積極型なんで、うん、やっぱ気にするところです、ね。で、逆に言うと前川さんとの対戦から1回目の特進が続いた形でしたね。はい。はい、で宇都宮の、ね、最終戦で3着で特進ならず、はい、あの辺はいかがでした？あ、まあ、決めるつもりではいたんですけども、やっぱりこう、そうですね、まあ、緊張もありましたし、うん、まあ、そうですね、しっかり自分の競争ができなかったんで、うん、ちょっと悔いが残ってしまったんで、そこだけです、うん、そうですね、こう今連勝しているレースが、ね、結構いいレース続いてたんでね。そうですね、今までホームではもう自分のペースというか仕掛けていたんですけど、その時だけホームでこう自分が最高峰になっている展開だったので、ちょっともう焦っちゃいました、ね。素晴らしいのは今年もう開幕ダッシュが素晴らしいですね。まず取り出で、そうですね、今年入って一発目でいきなり優勝できて、その次も追加だったんですけど、その勢いのまま乗れたんで、はい、もうこれはもう真っ逆で特進するお膳立てのような。そうですね、はい、ここでもうこの1月中に決めれれば、うん、最高ですね。ただやっぱりね、まあ、同期も意識するでしょうし、はい、やはりこの前川さん、あの同型で決勝でラインができた時の、はい、そうですね、やっぱ同型いるともうまくり、はっきりまくりって分かってる相手の方が戦いやすいんですけど、前川さんみたいに、しかもここ近日は着外もないんで、やっぱ気にしちゃいますね。まあ、あとはね、こう A 級から落ちてきた実力者の鈴木さんとかもね、はい、そうです、はい、簡単な特進シリーズではないよね。はい、まあ、それでもまあしっかり力出し切れれば勝てるっていう自信は持ってきてはいるんで、ちゃんと自分のレースしていきたいと思います。そうですね、やっぱりこう最近のやっぱりデビューする選手で徹底選考ってなかなかね、だから結構貴重な存在なのかなと。そうですね、いろんな選手からもこう昭和の選手って言われて、そう、はい、今の若手にあんまりいないって言われるんですけど、そうそう、でも逆に言うとそういう選手だから後ろの選手もきっちり仕事してっていう、はい、そういうシーンで、はい、そうですね、まあ、そうやって、まあ、前引いて、うん、ファンからも選手からもこういいレースするなって言われるような選手にはなりたいです。